もうセブンイレブン出口の手前まで飛んでいきましたね。すごい音、すごい飛距離でしたね。そしてあの山田選手のホームランもですね、打った瞬間本当に気持ちいい、ダメ押しのホームランでしたね。そしてリリーフ陣も完璧に抑えてスワローズ勝利です。今日もつまみをつまみましょう。そして私パトリック友人をお送りしてきました。勝利へと導く体操へ、みんなどうもありがとう。サンちゃんも持っているスワホタオルなどを掲げて、最後は心の中でせーのスワホー。最後の応援ありがとうございました。また人数で待ってますよ。気をつけて、バイバイ。9時すげえ早く終わったな。